トフィ204に、今回、コントロールスーパーホークオー。気づけばコントロールも第2週でございます、皆さん。ビーフ204やってますか？ビーフ204に。やってないでしょ？なんかスクワットやったり、なんか別ゲーやったりね。なんかメタクエスト3買ってね、VR ゲームで遊んだり。皆さんで、ね、バレてます。もう皆さんがね、ビーフ204全然やってないのも、もうメタクエスト3でね、なんか、アダルト AV みたいな、グラビア AV みたいな、見てる場合じゃないんすよ。何をやってるんですか、あなたたちは。もうちょ、反省してください。ノーパッドがね、どんどん、なんですか？ Oh my goodness！ わかったわかった。わかったわかったわかった。おいおい、そこで当てなければ、私は殺せないぞ。おい、何をやってるんだ？ Oh damn！ リズミサイルも来た。いや、コントロールはやっぱりいいですね。いや、ビークルの使い方、これ大事です。ただ、競技性がね、高く見える。うん。高く見えるんだけど、やっぱ人数がね、人数がまあ少ないから。24対24。だ普通のルールよりかは、人数が少ない分ね、競技性があるように感じる。うん。感じるだけかもしれない。なんかこう、特筆してね、このルールだとすごいな、競技性高いな、みたいな。なんか、そんな、うん、そんな、ちょっと待ってね。なんですの？ほらもう、クーリング時間ないから。個人のクーリングあるけどね、ビークルのチームとしてのクーリングね、全然ないんで、すぐには空いてくれ。絶対君と思った。一人だけずっと動いてなくてね、見上げてる人がいたからね。もう、素晴らしい。もう完全にね、慣れてきた、この一人二役。そっちか。あのね、続々来る。ボスバトル。はい。よし。さあ、次です。買ってください。どんどん買っていこう。順番待ちです、ヘリは。これ多分まずいな。で、500対270いくつ？ちょっとこれは、とりあえずね、おい。あっ！まずいぞ！助けてー！ロータいった！だがしかし。はい。よしよしよし。さあ帰りましょう。何をしてるんですかという話です。これ最近ね、スチームチャートでビーフ204の人口ね、確認したんですけども、6000人ぐらいでした。確かね、昼過ぎかな、多分午前中というか昼過ぎだったと思うんだけど、ビーフ5がね、ビーフ5が1万人ぐらいで、204が6000人。おい、僕の記憶違いじゃなければ、まあ、つい最近10万人ぐらいいた気がするんだけど、おお、9万4000人どこ行った。9万4000人。みんな VR 行った。みんなメタクエスト3買って VR でなんかファンザとか見てるんでしょ。何をしてんだお前、帰ってこいよお前らは。なあ、でもなんか6000人ぐらいはさ、ちゃんと残るんだね最後。多分この6000人は、多分地球が爆発してもビーフ204をプレイし続ける、多分ダイスのね、親戚と彼女と、あとは友達ですね。うん、多分その人たちがみんな今やってる。もう人が喋ってる時にずっと戦闘機で粘着してきます。はい。おい、すぐにフレアを展開。なんや、トラファルガージョイン、なんかこれ、あ、分隊、あ、いやいや、ガンナーはいりません。うん、一人で大丈夫です。ちょっとこれ言っとこう。ちょっと頼み方が良くない。頼み方がちょっと良くないね。まあ、じゃあシンプルに気遣ってくれたかもしれんけど、いや、ガンナーがやりたいんで僕。こんな操縦なんてどうでもいいから。まあ、でも操縦もね、多分自分でやった方がいいし。というわけで、お前はね、メタクエスト3買ってね、ファンザでも見とけと。Go to ファンザ。Go ファンザ and go パブロフ。何ですかこの戦闘機は。絶対この人。めちゃくちゃ偏見だけど、偏見ご了承ですいません。もうだいぶなんかこう、この状態でどこにね飛んでいくか、着陸地点がね、だいたい分かるようになってきた、だんだん。だからここら辺でこう乗り換えないとやばいなっていう。これはこれでね、すごいこう、だいぶね、洗練されてきた。なかなかいいぞ。ただ、まっすぐ飛んでいくからね。もう簡単に戦車の手法とか、だいぶ無反動砲とか当てられちゃいがちなんだけど、これでいいんです。これ遠くからね、この AC-130 みたいな感じでぐるぐるこう地上砲撃する。これトランスフォーマーや、これトランスフォーマーの砂漠のやつや、サソリロボット。ほら、これマジで
これすごい車線通せるし、これ多分すごい厄介だ。あら、あー潰されたいっぱい。ということは多分いっぱい湧いてくるが、本拠地かな。あそこら辺多分坂道がすごい湧いてそうな感じするな。そっちを通り始めているな。うん、素晴らしい。 OKOK、 よし完璧や。ちょっとフレアがねない時に行きたいね、その氷山の周り。ちゃんと行けてる。プカプカ飛んで、高所の敵もちゃんとね、はい、完璧や。でこれで車線を切る。あ、もう完璧です。孫をことなき。あ、ラグ。おお、絶対すぐ来ると思った。でも悪いことしそうな、なんかねタンクの上登ってなんかこう芋すなしそうな人はね先に消してきます。さあちょっとなんとなく周りから回ってきそうだが、新しい目標まであと10秒。5番です。それ見えない。よし、でもちょっとやっぱりね、やっぱ自分のパイロット欲しいですね。うん、自分入った。絶対に死なないであろうとこね、安心感がすごい伝わってきた。うん、よし、さあさあパスパスと、まあ、レールガンタンクとか出てくれば飛び方変えるんだけど、まあ大丈夫そうだな。まあコントロールだね、ほんとね、24人しかいないから。そん中で、乗り物を扱える人、扱えちゃみんな扱えるんだけど、まあ扱おうと思う人、うー、ここら辺がねないと、まあ、どうしてもビークルはね、まあ飛びやすいから。あれ死んでるのか。さて、あれだね、やっぱこの煙いいね。煙で多分ホバリングしたらねすごい倒せそうな感じがするな。でもホバリングはちょっとできないからな、本当にもっとね細かく移り変わっていきたいんだけど。あ、もうでもほら、あ、孫ことなき。これも止めることはできない。うん、パイロットにねなるべく痛くない。なるべくガンナー席にいたい。うん、そういう気持ちでやってます今。やめてー、うん、義務回避、これ義務回避です。こんな女別にやりたくないんだから、別に。やっぱやりたくないこともね、やんないとね、人間生きていけません。たまにはね。だけど本当に、やりたいことで、稼いでいく。やりたいことで、スコアを稼ぐ。これマジで。これもやめることはできない。うん。まごうことなき。まごうことなき。30ミリガンナ。私は、止めることはできない。なんか YK おったな。YK が退陣してる。これチャンスだ。行くぞ。見た前、この洗練された30ミリくらい。おい、これやばい。これやばいって。これはちょっとね、そろそろまずいです、これ。あ、ほら、すごい。無反動砲チャレンジだ。あ、でももうパイロットなんてね、いなくても、かわせます。あ、え？何をやってるんですか。おい、ちょっとこれ、12分やて。もっと選んだ、これ。200キロでしょ、200キロ。200キロが1000と。第2週ももちろん報酬あるらしいんでね。まあ、見てないんですけど、欲しい人はね、受け取ってみてください。お、全然報酬紹介する気ない。まあ、むしろね、報酬知らない方がね、楽しいかもしれない。毎回なんか経験値ブーストとかさ、なんかよくわからんスキンとか、なんかチャームとか、もう絶妙なとこ出してくるやん。それなんでしょうねってこう想像しながらやるのが、まあいいかもしれない。もう楽しみはね、自分でね、生み出していこう。でも最近かっこいいやつたまにあるからね。なにこれ。